さあ究極行こうか。ユニフラでめちゃめちゃ火力上がってます。落としきれるはず。頑張れ。行くぜ。おって強い。マジで強い。どうもポンシラです。今回はリクエスト募集動画にてぶっ壊れフラグをもらった社員と紫悟空砲と五次砲の GT 使ってほしいってコメントが来たということでやっていきましょうか。いや今回の企画をやるために悟空砲のユニフラの3スロ目を厳選してきたんですが、赤壺を出すのに消しゴム400個くらい使ってしまいましたね。ただそれに見合った強さとかっこよさはあると思うんで、このパーティーで頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。お相手さんはめちゃめちゃ強そうな孫一族ですね。跳ねましょうか。回避見て系が多いな。通常で押さえておいて五次砲出すか。打撃キャンには打撃合わせようとしたんですが突っ込んでくるとまずい。いや悟空砲はさすがに出せないな、まあ、範囲特殊警戒で通常しておこう。いや出すか。ベジータさん出しておいて手札2枚吐きがあったはず。 OK 止まりました。ラッキー。なんか外れてるぞ。外れてるっていうか最後まで押してない。跳ねまして痛くてタックル回避。そのまま熱いきまして怖い。すごく怖い。いやカバ向こうないんだよな。連続打ちしておいてまあ出てきますよね。一冊はいやあるか、まあ、悟空砲で受けよう。跳ねまして打撃犯にはタックル合わせてみてそのまま熱いきまして速圧してくる。いや多分圧押してくると思うんだけどな。お願い。オッケー押してきた。あれだよな、悟空砲って必殺に撃つよ。必殺に後隙あるよな。遠距離来い。いやさすがにな。遠距離遠距離遠距離。お得意の遠距離してきて。してこないか。さあ通常で押さえておいて。いや怖い。跳ねよう跳ねよう。うわ怖え。通常で押さえておいて射撃撃ってきてくんないかな。さすがにね、クイックタック言っておいて跳ねようか。噛み合ったらおしまいなんで本当にこいつと。キャラチン回避回避回避はずらしてる。オッケー落とせる。オッケー勝てる。かぶせますよ。いやまあさすがにな、しょうがないこれは。さあベジータで手札破棄しよう。耐えてくれ。2枚破棄ありますよ手札。いや止まってマジで。しかも普通に硬い、まあ、硬くはないけどまあ耐えてる。いや捨てるかベジータ。しょうがない。最後の試合を打ちたかったけどまあ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 。お読んだぞ。いやこれはさすがにキャラパワーの差があるんで許してください。遠距離、いや遠距離してこなくなった。打撃キャン振っておいてタックルかぶせますよ。いや危ない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 。通常そう。オッケー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 。場に使わせればライジング打てます。いやさすがにね。おそれ待機回ってなくないか。いやギリ回ってるけどまあ入った。いや読まれちゃうか。まあ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 、こっちも読んだんで全然 OK 通常。いやこっち出すか。クイックタック。 OK 踏ん張り削った。よしなんか突っ込んできたぞ。何をしてるんだ。打撃。いや待って忘れてたそれ。助けて助けて助けて。それ通常で押されるよ。 OK 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 OK。キャラチェン回避タックルかぶせる。オッケーうまい俺。さあ究極行こうか。ユニフラでめちゃめちゃ火力上がってます。落としきれるはず。頑張れ。本当に頼む。オッケー強い。マジで強い。勝てる。即圧いく。はい勝ちましたと。諦めな俺には勝てねえよ。すごくないかこれ勝つの。まあライン読みしたとはいえど環境パーティーに勝てましたね。対戦ありがとうございました。さあよろしくお願いします。お相手さんは腎臓にご飯をぶっ込んでますね。このパーティー流行ってるんかな。なんか結構見る気すんだけど。さあご飯出して、ご飯じゃない悟空出しておいて友人ムーブしてくるか。まあ17号で殴ってきますよね。さあここでミヤ外してくるか。いやまずいなこれ。まあ受けるしかないで手札が終わっとる。助けてくれ。うんまあファイナルシャインで受けるか。
でヒット確認いっちゃいたいけどさすがに甘いかな。いや射撃だって特殊あるもん、この人 UG ムーブ UG ムーブのつもりだったんですけれども、 OK 最速取れました。さあ連続打ちしておいて強いぞ、記録回復優秀。さあ特殊なんだっけ、打撃ドローか、ユニフラのおかげで持ってくるようになったのかな。さあ通常で押さえておいてメインを切ってくるはず。 OK タックル回避いっちゃおう。タックル回避から射撃撃っておいて UG ムーブしちゃいますよ。 OK、 え、これはめちゃめちゃ強いんじゃないか。待機回ってないよね、いっちゃおう究極。セミ、そうだセミ早いんだった、そうなんだよね、この2人の組み合わせめちゃめちゃ早い、待機回んの。ただ復活削りました、跳ねます、回避見てやつ、オッケー入った。さあファイナルシャインもいっちゃいますよ、これ気絶 30% くらいであったはず。オッケー、ご飯ちゃん出てくる、めちゃめちゃ強い、ファイナルシャインめちゃめちゃ強いぞ。オッケー行こう究極、さあ気絶引いてくれ。いやセミ回んの早いって、だからいや気絶引かないか、かぶせたいな、そこあっち行こう。よしさあもう一発究極いきます、もう究極連打、誰でも行くでしょう。さあ勝てるぞ、キャラチェーン回避しようか、キャラチェーン回避かぶせますよ、かぶせますよ、クイックタック行こうか、でタックルずらしまして、いやそれ、いやそう刺してくるかそれ、いやこれ一体死んじゃうな、まあまあまあベジータフォーステかな、ワンチャンカバチェン、はい成功していきますと、オッケー勝てるぞ。メイン切ってくるか怖いな、跳ねまして跳ねまして、範囲特殊ありそう、オッケータックル入ったんで必殺ぶち込んでおいて、遠距離来るよこれ、遠距離来るよこれ、来ないか、タックル回避からそのままあっち行っちゃってメイン来る、来ないか、え、バニラ来る、あ待ってこれ特殊来る、もう何してんだ俺忘れてた、いやオッケーオッケー、まあでもベジフォー捨てるか、いやマジでやらかしたな、何してんだ俺。オッケーオッケー、ライジングね、でお相手さんメインも切ってないんでそれが本当にまずい。さあメイン切ってくるかな、切ってくるか、タックル回避いこう、跳ねます、オッケー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 、頑張れ悟空4じゃなくてゴジータ4、いやドロソクダウン強いな、こっちで殴るか、オッケー、まあ割と強い、割とね、跳ねます、跳ねます、一回ひよみ、いや通常押し行こう、もう一回、オッケー助かった、射撃は押してくる、いやかぶせミスったけど、まあ有利属性なんで多分耐える、いけるいけるいける、いやそれ警戒してなかった、マジで何してん俺、いやヨダメワンチャン勝ってない、いやかふあいて、タックル回避特殊粗活、よっけよくずらした俺、いけるぞ、待機回ってないよね、連続で打ってちょっと待って、気力がお前粗活、オッケーオッケーオッケー、弾溜まった、びっくり見えないか、いやでもこれは警戒してないと思うけどな、通常で押さえておいて、オッケーナイス爆死、え爆速、俺ライジング打ってなくないか、打ってないよね絶対、うん、まあいいや、とりあえず入ってきまして、さあヨダメもこれでめちゃめちゃ有利だと思います、うん1200万、さすが、通常しに行ってキャラチェン回避間に合いますよ、これはキャラチェン回避入れ込み、いやーしてくんないか、ライジング打ってくるかな、やめてくれ、やめてやめて、オッケー勝ったでしょさすがに、オッケー、一度受けた技体が覚えてんだ、これ勝てんの普通に強くないかこのパーティー、いや今回の試合はこの3人全員が活躍してくれましたね。はい、ということで今回はめちゃめちゃかっこいい GT トリオで暴れていきました。
まあ割と強かったですし、何よりめちゃめちゃかっこよかったんで、ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では